にちは、柴田です。今回は少し変わったカスタマイズをされたギブソンのレスポールスタンダードをレビューいたします。こちらのレスポールスタンダード、もう見るからにね、ちょっと雰囲気違いますよね。そうです、このいかついブリッジにアームがついております。これはですね、ケーラートレモロシステムというものでして、まあ要はですね、トレモロです。フロイドローズだったり、ビグスビーだったり、その中の一種なんですけれども、あんまりね、知名度が高くないですよね。やっぱりこのタイプというと、フロイドローズが一番認知度が高くて、いろんなギターに付けられてるんじゃないかなというふうな感じがします。もともと80年代ですね、トレモロが非常に流行っておりました。ストラトもスーパーストラトと呼ばれて、ロック式のフロイドローズが乗ってたりとか、ギタリストみんながですね、こうギュン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 という風にやってた時代に、このケイラートレモロシステムも誕生しております。まあでもですね、90年代に表から姿を消したことによって、今現在ね、あんまり知られてないんですよね。2000年代に復活はしてるんですけれども、やはり90年代に姿を消していたということで、あまり浸透しておりません。まあ、浸透していないっていうことは、やっぱり動画にもあんまり上がってないですし、使い方が難しいんじゃないかというふうな感じで、あんまり良くないイメージが一人歩きしちゃったんです。まあでもですね、今回僕いろいろ調べてたんですけれども、ケーズギターさんがですね、めちゃめちゃ詳しく、このケーラーの動画を上げておりまして、まあぜひそちらご覧いただきたいんですけれども、実はめちゃめちゃこのケーラートレモロシステムいいよというふうな感じです。例えばフロイドローズと比べると、フロイドローズってこの弦のボールエンドを切ってはめていくじゃないですか。このケーラーはですね、ボールエンド引っ掛けれるようになっているので切る必要がないです。フロイドローズはね、ここにね、はめることで結構手間がかかったりするんですけれども、このケーラーはね、サクッと止めれます。そして各弦ごとにですね、調整ができるんですよ。弦高の調整ができます。かなりね、細かく設定できるようになっております。そして弦間ピッチですね。この弦の間。これもね、調整できるようになってるんですよ。なのでネック幅の違うね、ギターに関しても全然問題なく取り付けれると。そしてフロイドローズの弦交換で困ったことあるあるだと思うんですけれども、ここがね、めっちゃ動きますよね。ガクーンって落ちるんですけど、このケーラーはね、ロックできるんですよ。これがね、動かないようにできる。なので固定したまま弦交換ができると。そういった感じで調べていくとね、なんか素晴らしいんですよ。どういった感じで取り付けられているかっていうのをちょっと寄ってご覧いただきたいと思います。ではヘッドから見ていきまーす。かっこいいですね。年季が入っております。ロッドカバーご覧ください。こういった感じで半分に切ってロックをはめ込んでいると。でローズウッドの指板に、結構ねトップのメイプルがねかっこいいんですよ。色もね独特ですよね。深みがあっていいです。でダンカンのジャズ SH2 とダンカンカスタム SH5 ですね。2発ダンカン乗っております。そしてこちらがケイラのトレモロのブリッジです。使い方はこの辺フロイドローズと同じですね。チューニングはここで行っていきます。ご覧いただいた通りフロイドローズよりも一個一個の部品がね大きいですよね。これによって細かく調整が可能になっていると。でここ見えますかね、ザグリがあります。フロイドローズと同じくね、ザグらないとやっぱりこのアーミングができないですよね。で裏なんですけれども、裏にはザグリはないです。これはねフロイドローズと違うところですね。ザグリは表のみというふうな感じです。